WWS チャンネルをご覧の皆様、ミスジャパン2019に選ばれました準グランプリ、チャナムサミアです。選ばれた気持ちは半分嬉しかったのと悔しかったのがあって、あとは皆さんに恩返しができたなと思ってすごく嬉しかったです。私はいつも3点倒立をやっています。倒立はできないので3点倒立やっていて、胃が元に戻るのと、あと血液が体に巡るのですごく健康にいいのでよくやっています。私はお肉が大好きです。そう、がっつりなものが好きです。私はタイと日本のハーフなので、いずれかはタイでも活躍できる女優さんになりたいです。マイダ・ビカーっていうタイの女優さんなんですけど、私がすごい小さい頃から大好きな女優さんです。私の友達が元からレースクイーンをしていて、そのお話はたまによく聞くんですけど、それで楽しいなっていうのを聞いていて、でちょうどお話いただいたのでやってみたいなと思ってやったら、本当に私今プライベートでも見に行くぐらい好きになっちゃって、すごく今ハマっています、レースに。そうですね、車も好きになりましたし、普通にレース自体が好きになりました。よく実家の方ではよくするんですけど、まあ都内に住んでるので今月1ぐらいで、けど結構遠出の方はしてます。ミス準グランプリに選ばれたので、たくさんの分野で活躍していきたいと思います。なので皆さん応援よろしくお願いします。